帰宅アクションの渡辺さん、よろしくお願いします。皆さん、手元の資料に白黒の印刷された特定秘密保護法廃止帰宅アクション11月6日 の、 告知のビラがあるかと思うので、それをちょっと見ていただきながら、私の話を聞いていただければと思います。私はこの特定秘密保護法廃止帰宅アクションの実行委員長をしています渡辺と申します。この名前の通り、特定秘密保護法を廃止する、そしてこの運動を北区の中で頑張っていくんだということで立ち上げた、団体です。昨年の2月6日から毎月6の日に、行動してきていて、今月はまた11月6日に行うということになっています。この特定秘密保護法がその戦争準備法なんだということで、ぜひこのぜひというか戦争をさせない、ストップさせるんだっていう思いで、この特定秘密保護法廃止帰宅アクションを始めたんですけれども、実態としてはもう皆さんご存知のように閣議決定がされ、そして9月19日には、戦争法が成立するという中で、そういう中でじゃあ自分たちのことどうしていくんだろうっていうのは正直あったんですね。そこで、間髪入れず共産党さんの方から国民連合政府なんだという提案なんですね。その提案自体はでかい話だなと思うんですけれども、政権まで通らないとこの、法律が廃止できそうなり、そして戦争ストップできないのかという思いもあるんですけれども、そこまで、逆にやれば戦争せずに済む国であり続けられるのかなというふうに思っていて、私たち自身のこの帰宅アクションの運動も大きくやっぱりこれから考えていって、その今の状況に合った運動体に変わっていく必要があるんじゃないかなと私個人自身は思っていて、そもそももう戦争が準備されていて、南スーダンにその PKO ということで4月には自衛隊が出ていくんじゃないかという話も出ています。なので戦争をさせない、戦争するなという運動をさらに大きく広げていきたいなというふうに思っています。なのでこの国民連合政府案すごい期待していますし、私たち自身も変わっていかないといけないのかな、共産党も脱皮したって言ってるんですけど、我々も新たな運動を作っていきたいなと思っています。ありがとうございました。